はい、僕は、みやのまるになりたいです。なぜでですすかあ大好きです、はい、人魚姫では王子様と話すために人間に姿を変えるという物語になっていますけれども、えー、自分以外に姿を変えられるとしたら誰、何になってみたいですかというご質問に今、フリップをお持ちいただいております、ご回答いただいておりますのでまずは一斉に開けていただきましょう。それではお願いいたします はい、いありがとうございます。これ順番に伺っていきたいんですが志尊さんからななんてお書きになってますか、はい、僕実力派声優って書きました。もう本当に今回あのやっぱり慣れないことですし余裕がなくてあの楽しかったんですよ現場はけどもやっぱプレッシャーもあるというか,なんか純粋に楽しんでいけなくってその時に本当に皆さんみたいな能力をあの。 お金で譲ってもらえないかなと思うぐらい <laughs> 本当に欲しくて本当に1日だけ貸してくださいと思うぐらい,もういやだからこそ一緒にね今回、多分一人一人でやりましたねだからみんなで一緒に撮ったら多分お互いをこう引っ張り合って相乗効果でっていうのがあると思うんで<ー>もうバブル2をぜひね <laughs> <laughs> 待っている感じですね、はい、僕は宮野守になりたいです。 この作品でもシーンというキャラクターであの出演されておりまして、き、まあ、今日は残念ながらあの登壇というわけにはいかなかったんですけれども、もうだって、とりあえず少なくとも今、挙げられた実力派声優とイケメンはこの中に入っているかなっていうね<お>あ思いますし、お芝居して、歌って、踊れて、どうやったらこうなるのかなっていうね、もう慣れないからこそ、ちょっとなってみたいなっていう思いがありますよ何でも持ってらっしゃるっていう感じですよ、ね、そう大好きです カジさん今日それ考えていただいたじゃないですかはい、はい、実はですね事前に新役の宮野さんにですね、はい、同じ質問をしておりましたんです<う>あの宮野さん、答えがカジ勇気になりたいです可愛いい愛いいカジキュンになりたい <laughs> という風にい,ただいてます。<laughs> ステ,ッチテンションが異常ですけれどもねのこの多分コメントをくれた日はあの雨,雨を多くくれる日の宮野守なんだなとあの日によっては無知が欧米の日がありますので。 えー、でもねあの本当に甘やかされてここまでやってきましたので、えー、いつかあ僕も宮の守りになれるように頑張りたいと思います雨の日だったんですね雨の日そうですかムチはどういうムチが飛んでくるんですかあのすごく辛辣な目で僕を睨みつけて <laughs> <laughs> 何を言っても滑らせてくるそういう日があります、えー、今日いなくてよかったなとすら思うぐらいにでも大好きです、はい、同志相愛というのは今伝わってますが <laughs> ありがとうございます失礼しました <laughs> 叫んでこーで飛び越えてずっと探してるんだあの音を呼んでる二人は同じ歌をお前なら助けられる行こう歌ダブル映画館へ